伊い直康は、越後与よいた藩の、第十代藩主、直勝慶家け十四代、ジュニー、君三等。嘉永四年二月十一日に、彦根藩主、伊い直介の四、男として、江戸で生まれたとされているが、後下四年に生まれたという説もある。文久二年九月二十三日、仙台藩主の直木三が死去する直前に、養子死となり、同年に養父が死去したために後を継いだ。 源氏元年12月に除任する。慶応3年2月に、右京介に除任する。慶応4年の母親戦争では官軍に組みして、功績を挙げた。明治2年6月、藩籍奉還により、地藩時となり、藩政改革を行った。また母親戦争の影響で一旦並行となった、藩公、聖徳官を再興し、その再藩士の指定に限らず広く、 両民に就学を呼びかけ、極貧者でもよし。衣食住にかけるものは校内に寄宿してもよいと、反民改革を奨励した。明治4年7月、廃藩置県により、良い他県となると、面官されて、東京へ移った。慶応義塾を卒業し、明治5年12月20日、兄の井井直則りと共に欧米を訪問する。明治17年7月、家族礼により、死者となる。 明治25年7月に14位に助せられる。明治29年1月には、貴族院死者議員に選出され、研究会に属し大正9年12月まで在任した。明治30年に、生産位。大正11年7月に、12位に少女。同年11月9日に、長男の直方に家督を譲って隠居した。昭和10年8月25日公居。 去年八十五、ジップ、直オに対する敬護の念が強く、父と同じ高徳寺に埋葬されるのを生前から望んでいたため、同時に墓が作られた。墓碑の正面に、有安やすい伝、あつの利厚堂大古寺、右側面に、十二位勲蔵塔、う直康いい左側面に、昭和十年八月二十五日、こうと刻む、いい康おが描いた、いいな画像。 豪徳寺所在。世田谷区指定有形文化財なおやすは、日本画、洋画を共によくし、特に洋画は、小山翔太郎に支持して巧みだった。豪徳寺にある神志も着用の直おの肖像画は、直おやすが描いている。父が暗殺された当時、直おやすは9歳であり、後年記憶だけで描いたと言われている。ありがとうございます。